リニア中央新幹線建設現場に国内最大級のトンネル掘削用シールドマシンが搬入されたことが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回はいよいよ建設作業が本格化しているリニア中央新幹線に海外から待望と羨む声殺到の話題です。海外、日本が羨ましい。最高時速500キロで疾走する次世代の夢の超特急リニア中央新幹線、東京名古屋間を40分で結ぶ予定で、2027年の開業を目指して準備が進んでいます。これまでも多くの最先端技術を発表し世界を賑わせてきた日本、そんな日本が世界最速の列車を完成させるとあって世界各国から注目が集まっています。リニアモーターカーとは、リニアモーターカーとは磁力の力を利用して車両を浮かせ超高速走行を可能にした鉄道のことです。英語ではマグレブトレインと呼ばれています。現在商業路線で走っている世界最速の鉄道は上海のリニアモーターカーで、最高速度は時速431キロとのことです。そんな上海のリニアモーターカーを上回る新世界最速列車が2027年に日本で開業予定のリニア中央新幹線です。最高時速はなんと500キロを上回り、東京と名古屋を40分で結ぶ予定だとのことです。つまり現在の新幹線の半分以下の時間で着いてしまうことになります。2015年には山梨リニア実験線で時速603キロを記録し世界記録を更新しました。そんな世界が注目するリニア中央新幹線の建設現場に国内最大級のトンネル掘削用シールドマシンが搬入され、いよいよ建設作業が本格化していることが海外で話題になっていました。東京品川駅近くのリニア中央新幹線建設現場北品川非常口で、地下約80メートルの縦構にトンネル掘削用のシールドマシンを運んで組み立てる作業が本格化。都心に眠る鉄のモグラは円筒形で直径14メートル、長さ 14.5 メートル、重さ約3000トンで鉄道建設用では国内最大級とのことです。建設工事では約5キロ間隔の縦構にシールドマシンを下ろして掘削、1日あたり約20メートルを掘ることが可能とのことです。この話題に海外から様々なコメントが寄せられました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。これは素晴らしい。今よりさらに移動時間が短くなるんだね。国がこんなに素晴らしい発展を遂げているなんて国民はきっと嬉しいだろうね。すごすぎる。日々発展を続けていく日本が羨ましくてならないよ。さすが第一世界に属するテクノロジー大国だよ。早すぎるよ。あっという間に県境を越えちゃうね。アメリカは鉄道システムに関してはまるっきりダメだね。もう何年も放置されている。もしイギリスだったらそれが実用化されるのは2313年だね。その頃にはもう日本人はテレポーテーションを完成させてるだろうけど。私は以前東京に住んでいて今は名古屋に引っ越したんだけど、よく新幹線で東京に行っているよ。リニア中央新幹線に乗るのを楽しみにしているからね。東京と名古屋どっちが好き？私は名古屋にある大学の近くに住んでいたことがあるけど、静かでいいところだったよ。東京に行くたびにその賑やかさに目がチカチカして頭がクラクラしてたな。とにかく東京は人が多すぎるから私は名古屋の方が好きだね。私は東京の方が好きだな。友達がたくさんいるからね。コロナが落ち着くのを待って来年あたり行こうと思ってるよ。日本政府は本当に国民の生活を考えてくれているよね。素晴らしいよ。すべて自国の技術を使って作っているんだよね。これはかなり経済の活性化につながると思うよ。これは自然破壊につながるのかな。ただ交通の便が良くなるだけならいいんだけど。
確実に言えることは一つ、日本はどこよりもはるかに素晴らしいことをしているということだけさ。日本よ、どんどん先に行かないでよ。さすがだね、日本は。彼らのこういう仕事ぶりが好きだ。磁気浮上式の鉄道は人口が少なくて人の移動も多くない国には必要ないよ。仮にリニアなんて作っても運賃が高ければ誰も乗る人がいないから作るだけ無駄だよ。まず速さは二の次だよ。同意だ。怖くて時速500キロで走る電車で旅行したいとは思わないな。とりあえず実験台になってもらおうか。地震が発生したらどうするんだろう。穴の中に閉じ込められたりしないんだろうか。地上が大騒ぎになっていることに気づかず、地下では普通に作業が進められたりして。地震が起こることを考えたらちょっと怖いけど、日本のことだからきっと対策は万全だと思うよ。日本の安全対策は素晴らしいよ。例えば新幹線には地震が発生すると自動的に停止するシステムが搭載されているんだ。リニアは飛行機と比べて乗る前の手続きが面倒じゃないから便利だよね。切符さえ買えばすぐに乗れるんだから、東京から大阪へ日帰りで行くのも余裕だよ。すごい、いつの時代も日本のテクノロジーは時代の最先端を言ってるね。納めた税金が本当に国民のために使われているね。僕も日本人になりたいな。きゃー、すごーい、最高だぜ。マジか、最高時速 500km なんて凄まじいね。いやいや、日本のリニアは時速 603km にも達するぜ。7年後にはこれに乗れるのか。ちょうど私が住んでいる町を通るんだよ。国民が納めた税金が有効に活用されているね。尊敬に値するよ。東京のど真ん中に大きな穴を掘るなんて、その技術力を本当に尊敬するよ。日本は地震が多い国なのにこんな工事をしようと思うなんてすごすぎる。驚異的だね。技術のことは置いといて、どれくらい早いか見てよ。車で東京都心から大阪約7時間。現在の新幹線で同距離約 2.5 時間。リニア新幹線で同距離67分。そしてもちろん時刻通りに走るよ。日本だから。日本では時速500キロで走るリニア鉄道の車内で縦に立てた高架が倒れない。インドはまだまだ先は長い。日本が時速500キロ以上で走るリニアを開発する中、イギリスではリニアに乗れる。時速32キロくらいで。ガトウィック空港の中で走ってる。進歩してる。これでさらに県外へ気軽に行けるようになるね。東京大阪間が67分だって。なんてこった。でも運賃は相当高いんだろうな。東京から米原まで新幹線で移動したことがあるけれど、まるで飛行機に乗っているみたいに快適だったよ。ああ、一度でいいから乗ってみたいな。衝撃的だね。まだまだもう少し待たなきゃね。期待しているよ。トータルリコールに出てきそうだね。うん、トータルリコールを思い出したよ。日本はこういった素晴らしいものを国のプライドを持って開発しているね。すごく速い、すごくクール、すごく高価。新幹線に乗ったことがあるから、リニア新幹線にもぜひ乗ってみたいな。以上が海外の反応です。コメントからは、日本のリニアにぜひ乗ってみたいという声と、自国の鉄道と比べて悲観の声や羨む声も多かったですね。さすがは日本。やはり日本の鉄道技術はものすごいようです。開業時期は東京名古屋間は2027年、東京大阪間は2037年を予定とのこと。世界最速の列車として注目を集める日本のリニアモーターカー。開業までは7年とまだ先ですが、完成したら
日本の世界最速列車に乗ることが世界中から集まる観光客の大きな目的の一つになるかもしれませんね。なんだかワクワクですね。もう少し楽しみに待ちましょう。皆さんもご意見や感想がございましたら、ぜひコメント欄お願いします。よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。それからシェアしてくれたらとっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。